なんでこんな浮いた風に見えるの？確かにその原理は知りたい。あれ、クズにさ、今これめっちゃ浮いてるね、これ。あれ、ね、ちょっとストップせーの、おたまぷりーどうも、リアルゲボンズでーす。ですムーラトゥンです。今日は何をするんですか？今日は有名なダンサー3回です。今日解説するダンサーさんはですね、はい、YouTube の再生数で最も再生された動画のダンサーさん、多分見たことあるかも。ドラゴンハウスというチームに所属しているアメリカのノンストップ AKA マーキューズ・スコットさんっていうダンサーさんがいらっしゃるんですけど、マーキューズ・スコット、マジで、あのマーキューズ・スコット、マーキューズ・スコットって何？やるなら、ちゃんとやろう。知らないですよね。知らないと思いました。はい、知らないネスは。俺はもう、俺のダンスの師匠みたいな。あー、マジで影響を受けたよ。その人のダンスを見て、僕のダンスジャンルに、今、こうなってるよ。やっぱりネスで聞いたら、めちゃめちゃ詳しいね。はいはいはい。ダンスが博学。博識。博識。博学って言葉を知らずに使ってた。まあ、もともと軍人されてたそうですね。軍人の方だ。あ、そうなんだ。僕もちょっと最近知ってて、ダブステップっていう音楽ジャンルを中心として踊って、まあそこでちょっとバズりにバズり散らかしているダブステップ、ダブステップって何？ね、本当ダブステップっていうのはですね、2000年代に、イギリスのロンドンで誕生したエレクトロミュージックの一つらしいですね。詳しいことはスクリレックスさんという、まあ、ダブステップの第一人者の方がいるので、その方を検索してくれる。あ、でもダブステップっていうジャンルがある。音楽ジャンルがある。なんかバーバーンバババッツですね。あ、バーババンバババ、それモルツ信号。バンバンバ呼んでる、うん、バーバンバンバ歌ってるって感じ。いやー、付き合うそちらの映像の解説、我々がやっていくぞ。はい、じゃあですね、おい、こちらの動画が YouTube で最も再生されたダンス動画、サムネは見たことある？あれは出てくる。ダンスって検索したら結構これが上に出てくるんですね。でもクリックしたことない。俺見たことない。じゃあちょっと 見たことない方もいらっしゃるんで見てみましょう。僕とネスは結構仲良くなります。いや、もう何十万回見たみたいな。そう、あれ悩んでる。パチンコで負けた時の村富だ。やめてー。ダメー。あ、ダメ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 。だってこうなるもん。こうなっちゃう。座ってはいいんだけど、パチンコやった時の村富ではないです。パチンコやってる時の村富が1億4000万回説ですよ。座ってたよな。村富です。ここから始まる。村富が一人混じってるぞ。これはどうなってんだ。はい、何ストップするよ。いきますよ。はい、で、これ合体してこれ。でもなんか、あれだね、シチュエーションなんかすごいね、かっこいい、かっこいい場所で、かっこいい場所ですよね。はい、こんな感じでちょっと今、なるほど、入り始めましたね。おー、入った。アニメーションっていうの、アニメーションダンス、うん、おおを世に広めたこんな生き方、すごいよね。おおすごいですね。マーキーズ・スコットさんは、うん、足技が得意という。すごいね。本当に浮いてるみたいな。確かに。うわ、すごっ。結構もすごい。日本では大、なんかその空中浮遊ダンスっていう風な、ああ、言い方でこう言われる方でちょっと有名になったんですけど、当時の日本だと、ムーンウォークですげえって言われてた時代が、サイドウォークとか、まあ、逆ムーンウォークとかを組み合わせることで、すごく、まあ、日本、当時の日本ではこれ巻き戻りですね。すごい。上半身はしっかり前に動いてるけど、足はもう完全に後ろがグニャグニャなんすよ。ちょっといい？はい。これあれじゃないよ。なんでこんな浮いた風に見えるの？確かにその原理は知りたい。クズにさ、
さ、なんかさ、空気がやってホバリングしてんじゃないの？だからこうやって浮いてみるよ。そのさっきネスが言ってくれた僕のスライドっていう技ですね、はいはい、ムーンウォークと。あ、マイケル・ジャクソンさんがやったな。そうです。あ、はいはい、いいとこ気づいてくれた。この方結構マイケル・ジャクソンさんに影響を受けた方で。そうなんだ。そうなんだ。もっと詳しく言うと、目の錯覚っていうのを利用してるんですけど、人間ってかかとが上がってたり膝が曲がってたりすると、その足は上がってるっていう錯覚になる。だから、なるほどね、地面についてるけどかかとが上がってるとか、地面についてるけど膝が曲がってるってなると足が伸びきってる方、かかとがついてるように見せてる方が実は浮いているっていうので、目の錯覚が起きて浮いてるように見える。面白い。さすがね、ネス、お前本当白日だ。白日だ。君には。はい、ノンストップでいきましょう。ノンストップでいきましょう。はい、3位ですね。おお、すげえ。これバイブレーション体がブルブル揺れる技です。これチュージさんもよくやってますね。これ僕もよくやりますね。完全にこの人の影響です。あるんだ。へー、あ、いい。あ、すごいね。これです。おー、すごい。サイオンウォーク。今でやばいね。ちなみにですね、ムーンウォークとかサイドウォークとかやる上で一番やりづらい床を選んでここでやる。これなんかジャリジャリしてる。ジャリやだね。おお、すげえ。やっぱり滑る床の方がやりやすいではね。最もやりづらいとこを選んでるっていう、そこもすごさですね。ノンストップはね、本当に首と胸のアイソレがめちゃめちゃうまい。完全に分かれてるよね。アイソレっていうのは部分だけを動かすっていうわけですね。俺ブレイクダンサーだからさ、分からんけど、やっぱりアイソレすごいよ。アイソレのすごい。今これめちゃ浮いてるね、これ。アメリカ、ストップ、ストップ、ストップ。浮いてる。いや、あれじゃん、もうマイケル、もうマイケル、グラビティ。もう靴のね、トリック。実際は、この状態、右足がついてるように思うじゃないですか。はいはいはい。これ、ついてるんじゃなくて、右浮かせてるんですね。へぇ。でも、浮かせてる状態だけど、かかとが、ついてるように見せる。だから、こっちは地面についてるって思うんですよ。でも、実際に体重が乗ってる左足は、これちょっと見たら分かるんですけど、かかとを上げてるんですね。へぇ、これすごいね。プラスでこの状態でアイソレをこっから入れてくるんですよ。こうやって。おお、マジか。不思議に見せることのテクニックが異常なんです。確かに不思議に、不思議にしか見えない。上がってる、っていうのにここまで。こうやって。なんてこれ、左足おかしくない？これ。おお、うわ、片足で引っ掛けるの超難しいですよ、ね、難しいんだ。おお、待て、今。おお、逆サイ？逆サイズです。おお、すごい。やば、うお、やば。うわ、これはやばい。うわ、すごい。結構そう見えるんですよね。すごい。本当になんかやっぱり、ポイントとかでも編集だ。うわ。これが代名詞ですね。この人のシグネチャーです。僕も真似しましたね。そしてこの人、これ即興ですか、ね、マジで。はい、はい、というわけで、素晴らしい。これぞザ・ファーストテイクって感じじゃないですか。そうですね、すごいね。この人のこの動画をきっかけに、この人の真似をするもうダンサーが爆発的に増えたという。なるほど。すげえな。見せてくるね、はい、はい、って感じで見てきたわけなんですけども、すごい。の動画っていうわけです。我々も色サイトしたいですね。したいって感じなんですけれども、はい、YouTube で一番伸びてる。まだ踊ってたりするんですか？もうバリバリ。おお、なるほど。今日も更新してましたね。あ、マジで。すげえ。さっき、さっきチャンネル見たら2時間前に更新されましたって感じで、まあこういう方もいますよという、ご紹介の動画でございました。って感じでですね、この動画がまた好評だったりしましたら、僕らがダンサーさん、有名なダンサーさんを紹介したりしますので、もしこの人おすすめだよって方がいたりしましたら、皆さんコメントなんかしていただければ、もう僕ら、第2弾第3弾とやっていきますので、もしよろしければね、コメントしてこの人紹介してくださいっていうのをコメントしてよろしくお願いいたします。あとね、もしよかったらですけどね、高評価だけじゃなくてチャンネル登録の方
方をね、よろしくお願いします。今日はちゃんと行きます。では、本日のお相手はリアルアキオボーイズでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。